あとは松竹竹雄です。はい、本日なんですけれども、ちょっとね、流行りに乗ってみようかと思います。はい、皆さん今タウンホール14でね、ちょっとね注目を浴びている、新戦術ご存知でしょうか。編成はこちらです。はい、クローンさんですね。で、まあタウンホール10のクローンさんといえばね、やっぱり一番有名なのは茜式でしょう。突撃艦でね、バルーンライドラ入れてバルーンをね、クローンで増やすっていう戦術なんですがね、今回紹介するのは、スーパーノバという、戦術でございます。これね、基本的にタウンホール14でね発見された、戦術なんですが、10でもね、突撃艦とクローンが使えるということで、できなくはないんでね、今回ちょっと挑戦してみようかと思います。でね、結論から言いますと、結構強いね、戦術だったので、ぜひね突撃艦とかね、まあ必要になるんですけれども、もしねもらえる方がいたらぜひやってみてください。ではではね、これねちょっとやり方がね、まあちょっとだけ変わってるんでね、まあ見ていきましょう。はい、まずこちらの配置から攻めていきます。まずはねもちろん、ヒーローパートからですね。で、今回エア水がね外側にあったということで、エア水を、ヒーローパートで折っていきます。あと対空砲もね、まあヒーローパートで折れたらいいかなって感じですね。で、茜式と違うところが、どうやらねドラゴンの後ろから突撃艦出すんですよね。茜式って結構孤立して、まあ1個のね茜式パートとして使うんですが、このねスーパーノバという戦術はまず普通にドラゴンパートスタートしましたね。はい、でこっちのね、左側のドラゴン一体はサイドカットです。さあライドラーが出てきたんですが、まあもうここからですね。はい、さあ一旦止めますが、ここからね、突撃艦を投げていきました。そして真ん中にレイジをかけて、ここでクローンを落とすんですけど、このクローンっていうのが、茜式ならもう真ん中にたくさんクローンを落とすんですが、今回のクローンは落としたいところに落とします。どういうことかというと、まずこのシングルインフェ落としたいですよね。あとはこっち側のシングルインフェクロスボウとか落としたいんで、はい、見てください。こうやってね、さあクローンこのね3箇所、今編集でちょっと丸つけてるんですが、このね3箇所に落としたのがわかるでしょうか。こうすることによって、落としたいね施設の上にバルーンを増やすことができるんですよ。でドラゴンってかなりシングルインフェに弱いんで、これによってね、シングルインフェを折ることができます。さあ見ていきましょう。さあちょっとねこれね、クローンね、あの真ん中のクローンがちょっとギリギリ増えないところだったんで危なかったんですが、まあこんな感じでね、一気に真ん中が、破壊されました。そしてねバルーンがもう大量にいるんで、茜式と違ってねバルーン7体、それにクローン3個でね一気に増やすといった形なんで、バルーンがもう大量に出てくるんですよね。それによってまあ真ん中の施設が一気に壊せます。でこのね、編成はドラゴンに、すごい合うんですよね、この戦術。なぜかっていうと、ドラゴンって何もしなくてもまあそこそこバルーンみたいに遅くもないですし、 HP も高いということで、ドラゴンパートに、呪文をかけなくていいんですよね。なんでドラゴンの後ろから突撃艦を飛ばして、この強いね援軍バルーンを、クローンで増やすといったようにね、さあこんな感じで見てください。 1,2,3,4,5,6,7,8 体かな、ドラゴン8体、9体中8体全員、さっきのサイドカットのね、1体を除いて全員ねドラゴンが残った状態での全開となりました。ではではね、次のアタックに参りましょう。はい、続いてのアタックはこちらとなります。結構ねタウンホール10のカンスト付近の、村ですね。ですが、ドラゴンって結構シングルインフェに弱いんで、まあこういったマルチインフェ2本の村とかだったらね、結構ドラゴンが、生き残りやすいです。まあただ、スーパーノはね、バルーンが増殖するんで、それに関してはね、ちょっとマルチインフェ苦手なんで、まあね、マルチインフェをね、なるべく早くね、バルーンで壊したいといったところでございます。さあまずヒーローパートでねカット入れていきます。これねワンチャン安い狙ったんですが、まあ無理でしたね。はい、まあ対空砲ね1個折れたら、まあヒーローパートとしてはまあ十分でしょう。あとねサイドカットも兼ねてるんで、はい、だからもうヒーローパ
ットでね、サイドカットしたと、いった感じにしてドラゴンですね。さあこのバルーン一体はドラゴンの前にね、出すことでもしねここにホーミングタイプ地雷とか埋まってたら、回収できます。さあドラゴン始まりましたね。そうそうそう、ドラゴン始まりまして、まあもうしばらくだけね、待ってから突撃艦投げていきます。まあなぜかっていうと、ドラゴンにねある程度タゲ取ってもらってからの方がいいんですよね。さあそしてこちら、はい、マルチインフラのところにですねクローンかけることで、さあマルチインフラを早く壊していきます。そしてエア水はね、エア水は基本的にね、一つはねまあ対面する形にはなることがほとんどなんですが、こういう場合はね、フリーズを使っていきましょう。フリーズね、まあ一発あるんで。バルーンがね、ちょっとね、エア水に押されると結構伸びないんで、エア水にフリーズっていうのが結構、多いですね。シングルインフェにフリーズというよりかは、シングルインフェをバルーンで壊して、そのバルーンを守るためにエア水にフリーズといった形が強いかと思います。さあ、今回も大量に残って全開ですね。ということで、あとは待つだけ、松平定信だね、といった感じで、はい、今回はね、ちょっとね、ちょっと前回が一瞬好きでね、ボケを挟む隙がなかったですが、はい、こんな感じで全開となります。めちゃめちゃ強いですよねこれ、といった感じでさまとめに入っていきましょう。はい、本日はですね、スーパーノヴァやっていきました。こちらはドラゴン編成にですね後ろから突撃艦バルーン出しまして、その後にね、クローンで壊したい施設の上にクローンかける感じですね。ただ皆さんクローンをさすがに離しすぎるとね、クローンの中にバルーンが入らないと増殖せずに終わるみたいなことがあるので、まあそこら辺は気をつけてください。でね、かなり簡単です。まあバルーンね、バルーンにレイジもクローンもフリーズもね、サポートとして全部使う形となりますね。フリーズはね結構エア水止めることおすすめします。でこれの編成の強いところはマルチインフェに対してもシングルインフェに対しても結構強いっていうところで、まあなんでね、ぜひぜひ使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。